もうこの画面を見ればわかってくれるよね。ゆっくり霊夢です。やっぱりやっちまうんだな。マリサだぜ。コメントで流行らない方がいいよ、というのが多かったのですが、見ての通り石が溜まったので回したいと思います。単に我慢できなかっただけだろ。なんでわかったの？そりゃあ新キャラが1さんしか当たってないのは納得いかないだろうよ。私のことなんでも知ってるわね。なんでもは知らないわよ。知ってることだけ。お前、それは巨乳の JK が言うセリフであって、絶壁のマリサにはどう頑張っても似合わな。さあ、気を取り直してガシャをやっていこう。まずは10連目だな。早めに当たってくれることを祈るぜ。やるしかねえか。これがスーパーサイヤ人だ。ほっはっけっほっ、オラの全力で止めます。あぁ、微妙だ。やっと回復しました。ち、思ったより早かった。うられる。ファイト。うられた。ファイト。任せて。逃げられる。ファイト。行きますよ。何やってんのマリサ。大爆死じゃないの。私がやると最初は当たらない説。次からは霊夢ちゃんがやるから見てなさい。この華麗なガシャさばきを見るがいい。ガシャさばきとは。おめえはオラに勝てねえ。これ、SP 確定じゃ。さっきが爆死回だったから SP が出るだけだろ。別にお前のおかげじゃないよ。さあ何が当たるかな。ご飯ちゃん、それともボージャック。こらこら、現実から目を背けるな。何？行くぞ。よっしゃー。少し本気だった。ほらよっと。ほら。行くぜ。これはマジで来たんじゃないか。ここでご飯ちゃんを引かなきゃもうじゃないと。邪魔をするなら。僕は秋。私の来た。この戦い俺が終わらせる。うんうん、ごはんちゃんだね。未来ごはんちゃんもかっこいいのよね。でも今だけは俺の、今だけはこっちじゃないんです。なんで確率が低い LL キャラが出るのか理解に苦しみますよ。これ絶対に制御しているよね。ユーザーによって当たりを分けてるよね。直感テーブル事件を彷彿とさせる結果だよね。ちょっとサーバーの DB 覗かせて。そういう仕事してるからわかるから。3周年ガチャが始まってからこんなんばっかだな。見てくれてるみんなは、こいつ当たらなすぎ、飯うまーとか思っててくれてていいよ。それはさすがに自落しすぎでは。く、コメントくれた通り、ガチャは控えるべきだったのかもしれない。まあ残り20連あるから、それを見届けてから判断しようや。そうだね。おめえをぶっ倒す。これがスーパーサイヤ人だ。はっ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 ファイト。俺の勝ちだな。もしかしてロードはこれ前回覚醒行ったからロード走った。その可能性は大いにあるな。平和。ここだ。ここで当てる。またこっちじゃないパターン。カーラーの俺のシンフォランス。君はもういいよ。3体目だよ。30連目も敗北となったわけか。もう本当に次でラスト3周年最後の10連ガシャにするよ。記念すべき最後はどんなキャラがお出迎えしてくれるのか。そもそも SP は出るのだろうか。次回霊夢シス。いやいやいや、不吉なこと言うなよ。可能性は霊じゃないんだよ。よく見てやがれ。おめえはオラに勝てねえ。うわっは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 
つを。めちゃくちゃ久しぶりにこの演出見た。一言も喋らずにフリーザがいなくなるやつな。かわいそうなフリーザ。さあ最後に来い、ご飯ちゃん来い。バックの。これが。俺はま。辛い。俺は鳥を。オンドレー。運営狙ってるよね。私たちのところにだけトリオでデンジャーズ大盛りになってるよね。トリオでデンジャーズ、マシマシお待ち。ゼルダもだけじゃん、怖いよ。というわけで3周年はトリオでデンジャーズ祭りでした。みんなは3周年どうだったかな。目当てのキャラをすぐゲットできた人、完全に沼った人、いろんな方がいると思います。それも全て思い出に変えてレジェンズを共に楽しんでいければと思います。今後も不定期にガシャ動画をアップすると思いますので、楽しみにしていただければと思います。いければチャンネル登録や高評価をお願いします。では、またねー。